はい、こんばんは。土曜日の夜9時、今ね、掛川の野球場から帰ってきましてね、第2試合のことを喋ろうと思うんです。今日のことは今日のうちに喋っちゃわないと、明日またゲームもあるとね、記憶が曖昧になりますから、はい。夕方ね、第1試合の開成館、常葉菊川、出させてもらいましたけど、第2試合はね、磐田東と静岡1です。これも好カードですね。余談からになりますけど、ゲーム中にね、日大三高の元監督の小倉さん。現在ね、アンダー18の全日本の監督してる小倉さんからお電話が急に来ましてね、いろいろ話してる中で、いや、実は僕今ね、浜松球場で静岡県は、今2回戦なんだけど、常葉菊川と浜松開誠館がやって、おりますと。そんな話をしたら、おーっつって。そしたら、小倉さんがおっしゃったのが、昔の三島高校のって言ったんだ。千東区の小舟君ですねって、はいはいはいって。だから小倉さんも気にされてるんですね、多分。で、どうっていう、高田さん見たどうって、こういうふうに意見を聞かれまして。あんまり詳しく言わない方がいいんだろうと思うんですね。私が言ったのは、スピードはあります。背もあります。もう今の、まさに今の現代の野球のスケールの子で、本当に楽しみですと。ただ、私も何度か見たんですけど、課題は変化球にあると思ってるんですと。そんな話したら、小倉さんが、そうなんだよって。ストレートの速さだけじゃなくて、変化球がきっちり投げれることをやっぱり先行で大事にしてるんだよってこう言われましてね、なるほどと、そんな話になったんです。で、ちょうどその時に、私は聞いた話ですけど、ピッチャーライナーが顔面に直撃して、そんなことを聞いたんで、実はこんなことを、情報で聞いて今心配してるんですよって言ったら、あ、そうなのかって、そんな話をしたんですね。で、なんか、その後に私関係者に聞いたら、大丈夫そうだということで、ああ、よかったと。こんな感じでちょっと安心してるとこなんですけど。で、この話がどう繋がるかっていうと、向こう届くようにのぶしチャンネル。寺田君っていうのは、小舟君のタイプなんです、まさに。寺田君をもう一ランクこう、スケールを大きくしてスピードが上がったのが小舟君。でも、本当に、バントの寺田君もすごいいいピッチャーで。で、タイプも似てて、ストレートいいんだけど、あとは夏に向けて変化球がどうなってきてるかっていうのが、夏の課題だという点も似てると思うんですね。月曜日と木曜日は、ハマったのぶし磐田東はシード校なんですけど、静岡市立っていうのはね、私も過去に動画で話したことあるんですけど、安井先生っていう方が、非常に指導力がある方で、その能力が高い低いにかかわらずですね、県大会のどうでしょう、16とか8とかその辺に入ってくる、チームをどの学校に行ってもされるんですよね。もうまさに指導力がある方だと思っています。その安井先生が率いる静岡市立、ひょっとしたら何かあるかもってことですね。それで見たんですけど、本当にそのひょっとしたら何かが起こったと。磐田東はね、赤織新監督が、選抜で県大高崎のコーチとしてね、全国制覇を置き土産に満を持してね、監督就任でね、静岡県に戻ってこられました。ユニフォームを一新してね、もうさあこれからだという勢いのあるチーム。エースピッチャーの寺田君も非常にいいピッチャーだと、評判のピッチャーです。春に私春季大会見た時にも、動画と撮らせていただいたんですけど、ストレートはやっぱり140ぐらい出てるんですけど、ちょっと夏までの課題が変化球じゃないかというような形で私は喋らせてもらいました。カーブの投げ方がもう少し修正、矯正できるんじゃないかなとこう私は思ったので、そこが課題ではないかというようなことで指摘させていただいたんですけど。で、今日私見たんです。春にね、カーブがもうショットって言った以上、これはもう、それこそただ批判したいわけじゃないんで、今日どうかなと思って見たんです。で、やっぱりいろいろ練習してこられてね、カットなのかスライダーなのか分かりませんけど、125を超えてくる、120後半が浜松のガンで出てるということは、それなりの、スピードが出てる、半速球もあるし、あと、どこの場面かちょっと忘れましたけど、中盤から終盤にかけてカウント 2-3 になって、ここで何投げるのかなって、ストレートかなと思ったけど、そこでバーンとフォークボールですかね、あれはね、投げて空振り取ったのを見て成長を感じました。一つね、やっぱり一生懸命頑張って仕上げてきたなと。やっぱ寺田君の春から夏に向けてのね、成長を感じることができました。はい。今日は敗れはしましたがね、これからまだ先がある選手だと思います、ピッチャーだと思います、頑張っていただきたいと思います。で、ここからは静岡市立の話をまたしたいんですが、静岡市立が勝った要因っていうのは、何なのかなっていうと、私、やっぱりなんとなくこう見ながらね、先手を取るのがうまいんですね、静岡市立は。ピッチャーもそう、バッターもそうです。先手を取れるっていうのは、じゃあ何なのかって言ったら、すごく単純に言うと、ピッチャーはやっぱりカウントボールがしっかりしてるんですよ。カウントをしっかり自分のカウントにして勝負していくんで、主導権を、ただでもピッチャーは自分から投げるんで、主導権はピッチャーにあるんですけど、それでもピッチャーがボールと投げたりすると、バッターが有利になってくるわけじゃないですか。そのバッター有利の場面っていうのが本当に少なかった。そこがもう本当に静岡市立のエースのピッチャーの方素晴らしいですね。で、もうどうでしょう、投球の8割がやっぱり変化球、ちょっと何なのか分かりません、チェンジアップなのかスプリットなのか、よう分かりませんけど、ちょっとこう、甘い球からピュッとこう、落ちるんですよ。だから強力打線のチームにはすごい有効だと思うんですね。やっぱ打ちたくなるボールなんだけど、打つと、引っかかったりすると。で、春先にね、新聞記事見たんだけど、バントは、赤星先生がね、本当に盛岡大附属健大高崎という全国有数の学校でやってきて、バッティングもものすごく勉強されてて、スイングキャンセルっていう、打ちに行ってやめるっていう、私の浅い知識だとそうなるんですけど、もう一度深い意味があるんでしょうけどね、スイングキャンセルって言葉が新聞で見て、どういうもんだろうなと思って私、バントを見てたんですけどね。打ちに行ってやめるっていう、私の表現で言うと、そもそもその打ちに行っての部分の打ち気の部分がちょっと弱かったように感じましたね。なぜか、それはやっぱり静岡市立のピッチャーのボールに対して、打っていくことに対する迷いがあった。それはもう本当にバントのバッターに聞かないと分かんないんだけど、もう本当にキャンセルです。だからそれはね、静岡市立のピッチャーの球が、やっぱり打席に立った人間でなきゃ分からない打ちにくさがあると思うんです。もうとしか言いようがないぐらいに、それは確かにいい変化球かもしらんけど、決め打ちできるような、確率で、決め打ちできるコースに淡々と投げてきてるのに、割合じゃないな。もう本当に、打たずにカウント作られちゃうと。これがどうかな、何なのかなって分からずに私も終わりました。ただ一つの今日の、敗因、静岡市立にとっては勝因になっていることは、客観的に見て事実かなと。逆に、静岡市立の攻撃の先手っていうことで言うと、静岡市立のバッターは、お株を奪うじゃないですけど、バントのその持ち味のスイングキャンセルができてたのは静岡市立のバッターです。野球の言葉っていうか、バッティングに高級必須だっていう昔からの言葉がありますけど、甘い球は積極的に打ってけ。ボール球は見送りなさいっていう言葉だと思うんだけど、高級筆だがきっちりできてたのは静岡一律。本当にね、うちに行って違うっつってやめる、本当にペッと言ってやめたっていう、本当あのセレクトがすごい素晴らしいですね。あと左バッターが4番の子がね一番いいポイントを持っててバットが抜けるんですね。だけど私が一緒に見てた人に「おっ4番また来た」っつったら「いや中田さん6番ですよ」と「おっまた回ってきた」「いや中田さんこれ3番です」って「静岡一律の左バッターってタイプ似てるね」って。似てるってことは多分、指導されてるから似てきてるんです。ただ、4番とその他の子たちの違いはバットが抜けるか抜けないか、ポイントを持ってるか持ってないかでいうと4番の子がやっぱり1段抜けてるんですね。だからその辺も全部含めて静岡一律っていうのはバッティングでもね一つの形を持ってます。だから今日の静岡一律の勝因っていうのはピッチャーもバッターも先手を取っていたってことになりますし、スイングキャンセルっていうものが本当の意味でできてたのは静岡一律だったかなと、私はそういうふうにこのゲームを見ました。はい、バントにとってはね、悔しい敗戦にはなります。しかしやっぱり、世間から見たらシード校岩手東敗れる、波乱だと言うけども、球場にいた方とか野球をよく見られてる方からすると静岡一律の素晴らしさ、勝つべくして勝ったっていう、もっと言うならば勝つパターンに引きずり込んできたっていうか、そのゲームの進め方のうまさっていうものが静岡一律になったなと、こういうふうに感じます。こんな部分がね、第2試合の私の観戦記っていうか観戦レポートになりますでしょうか。はい。それじゃあまた明日いい試合ありますからね、またレポートさせていただきたいと思います。はい。それじゃあ本日は以上です。おやすみなさい。